こんにちは、松浦です。今日の独り言はですね、YouTube 動画の投稿を始めて、気がついたことっていうねお話をしたいと思います。動画を投稿して、自分で確認するんですけれども、私の眉毛は上に上がるんだなということと、あと改めて気づいたのが、後ろ髪がね、こう前髪に比べて伸びるのが早いなっていうね、どうでもいい気づき、外見的なことなんでね、どうでもいいんですけれども、動画をね、投稿し始めてから、本当に良かったなって思えることは、自分のこう喋り方をね、客観的に見れるということですかね。もともと口下手ですし、きつ音というかね、どもるようなところがあったので、視聴者の方には申し訳ないですけども、ちょっとこう聞き取りづらく理解しにくい点が多々あるんじゃないかなと思いながらね、動画を投稿してたんですけれども、やっぱり喋り方下手だなと思うし、なんて言うんでしょうね、見てて面白くないなって自分でも思うんですよ。情報としてはためになるね、ためになることをねお伝えしているつもりではあるんですけども、話がなんか尻滅裂っていうかね、なんか分かりにくいなって自分で思いました。でここでおすすめしたいのが、営業とかね、接客業の方はもちろんですけれども、皆さんが自分で喋ってる動画を改めて見てみるっていうことがね、結構おすすめです。営業の仕事をしている人だけではなくて、デスクワークの人もそうですけれども、やっぱり人とは話すじゃないですか。家族ともそうですしね、友達とも話をすると思うんですけれども、やっぱりその時の話し方っていうのが、動画で自分で撮影して自分で見ると、自分ってこんな喋り方してたんだとか、こういう欠点があるとか、こういう口癖があるんだっていうのがね、よくわかります。私なんかでも何々ですねっていうね、この根をつけるっていうな口癖があるっていうのを知って、友達に指摘されたんですけど、ねえねえうるさいんですよね。聞いてて聞き苦しいなと思って、だから極力ねっていうのをちょっとなくしていこうかなと思っています。多分この後言うと思うんですけど、だからこんな風に営業や接客の方はもちろんですけれども、やっぱり人生でね、こう人と話す機会が多いと思いますので、一度動画でね、自分の喋ってるねって言いましたね今動画で、自分で喋ってる姿をね、撮影してもらって、一回見てもらうっていうのが、ちょっと今までにないね、こう経験というか、これからの人生にもね、生かされていくのではないかと思います。本日の動画は以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございました。